はい。今日の一問一答ですね。介護支援分野。保険者、国、都道府県の責務等という単元になります。指定サービス提供事業者に対する市町村の介護保険法上の業務として、次のものは正しいか誤りか答えよう。問題。地域密着型サービス事業者の指定取り消し。地域密着型サービス事業者の指定取り消し。というふうにありますが、これはその通りで丸になります。 地域密着型サービス事業者の指定取り消しを行うのは市町村の担当ということになっておりますで。指定サービス提供事業者っていうのは全部で5パターンあるわけですね。まず一つが介護支援サービスを担当しているところの居宅介護支援事業者ですね。それから養子園者さんのケアプランを担当している介護予防支援事業者。そしてサービスについて言うと居宅サービス事業者。 施設サービス事業者、地域密着型サービス事業者ということで、こういったところがサービス提供事業者ということになります。で、それぞれの事業者には、これは一切の権限を持っている係というのが、まあ、割り当てられているわけですね。まあ、これは行政になるわけなんですけれども、都道府県や市町村というところがですね、これは一切合切の権限を有しているというですね、まあ、そういうような構図というものがあるわけなんですけれども、 じゃあ一体どこの事業者に対してどの行政が権限を持っているかということなんですがまず一つ目、居宅介護支援事業者ですね。ここの一切合切の権限を持っているのはこれは都道府県になります。そして介護予防支援事業者、ここの一切合切の権限を持っているのはこれは市町村になります。そして居宅サービス事業者に対する権限を持っているのはこれは都道府県。 施設サービス事業者に対して権限を持っているのは、これも都道府県。そして地域密着型サービス事業者。ここに対する権限を持っているのは市町村ということになっております。居宅介護支援事業が都道府県。介護予防支援事業が市町村。居宅サービスが都道府県。施設サービスが都道府県。そして地域密着型サービスが市町村。 このように担当分けがなされているということですね。ちなみに、その権限を有しているということですが、どんな権限を有しているかと言ったらですね、例えば指定をするとか、それから指定を更新するとか、効力を停止するとか、指導監督を行うとか、指定を取り消すとか、あるいは名称を公示するといったですね、こういうような権限を、まあ、先ほど言った行政が持っているということですね。 この点を押さえておくといいかなというふうに思いますちなみにですね2014年法改正において居宅介護支援事業者の権限が都道府県から市町村に移ることが決定されました都道府県から市町村に権限が移譲するということですねでその移常の時期というものもですね明確になっておりましてこれは2018年の4月になります2018年の4月に 巨託介護支援の権限が都道府県から市町村に移譲するということですね。この点も合わせて押さえておくといいかなというふうに思います。ということで、指定サービス提供事業者に対する市町村の介護保険法上の業務について問うているこの問題ですが、地域密着型サービス事業者の指定取り消しというふうにありますが、これはその通りで丸ということになります。今日の一問一答の解説は以上です。